いつも大谷翔平の隣にいる男性は大谷翔平の専属通訳を務めている水原一平である。水原は北海道苫小牧市出身。6歳まで苫小牧市で過ごし、1991年に和食料理人の父がロサンゼルスで板前を始めたことをきっかけにアメリカへ移住している。そしてそのままアメリカで過ごして、2007年にはカリフォルニア大学リバーサイド校を卒業。その後ロサンゼルスドジャースに所属していた野茂英雄の活躍によってメジャーリーグに興味を持つこととなり、2010年より当時ボストンレッドソックスに所属していた岡島秀樹の専属通訳となった。そして2012年からは日本へ帰国して日本ハムの球団通訳となり、日本ハムに所属する外国人の通訳や生活のサポートを務めていた。2017年オフに大谷翔平がロサンゼルスエンゼルスへ移籍したことに伴い、水原も専属通訳としてエンゼルスに所属することになる。水原は通訳以外にも運転手やキャッチボールの相手など公私にわたり大谷をサポートしている。大谷のスケジュールはとても特殊であり、大谷のキャッチボール相手が周りにいない時もある。その際には私が進み出てキャッチボールをすると水原は話している。また水原は大谷がロッカールームで孤立しないように、エンゼルスの選手たちがスマホゲームで遊んでいることに着目して、大谷にそのゲームをダウンロードさせ仲間に加えさせる。そして大谷は少しずつチームに溶け込んでいった。2018年から2019年春にかけて大谷が故障からのリハビリ及び復帰の調整を行っていた期間にも、水原は大谷とスマホゲームで一緒に遊ぶなどしてリラックスさせていた。クラブハウス管理人は、水原が大谷をすごく助けてくれている。だから精神的にも良い状態だったと思う。と語っていたという。